今回はボレー対決、はい、北海道コンサドーレ札幌と J リーグコラボで対決したいと思うんですが、はい、まあ、前回なんとなんとキックターゲット、なんと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 何買っちゃいました。あらで今回はまあボレー対決で1人3球、はい、シュート打ちます。今回キーパーいないんで直接そのインステップでボレーしたものをネットに突き刺す、突き刺したら1点、バウンドしたりオーバーしたらダメって、うん、で得意でしょ。いや、そうでもない、そうでもない、菅、うん、選手とか俺は食事しけっこと言ってた、ね、今年何点ですか。今年は4点、今4点すごい、ワイドで4点すごいね、ワイドで。お前何ですか、これよ。苦手ですね。苦手ない。キックターゲットを苦手だから。あるじゃないですか。今シーズン俺がなんどこで点取ったと思って、頭で2点しか取ってない。ヘリングで。まあでもこれチーム戦なんで、1人がセンタリング、1人がボレーで、1人3球で、チームで9球。で、勝ったチームには日焼け止めと化粧水のプレゼント。こちらをあの各選手プレゼント。させていただきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。しょお願いします。じゃあお願いします。すごい分かってるよパーダスは。じゃあどっちに行こうか、見てみる。じゃあ見てみる、どんなもんか。いいよ、どうぞ。ちょくちょくこのマウンドはね。まあまあまあ、そうね。じゃあ分かりました。はい、ルールここですね。この間、この間で打つ。まあ言っても本当これこれ辺じこの辻安心してほしいさ。ここでも入んねん。はい、変なボールはカウントしないから。OK。打ったら打った時点でもうダメです。だから打つ前にやめたらもう一回取ってあげるってこと。うわ、これなんか先着。じゃあ俺あげるな。何回も打たれなかった。お、来た。うわー、惜しい。お前、見これ。うわー。確かに。お、来た。うわー。どちら爪当たるよな。いや、なんで爪当たんの。これは難しいね。確かに難しそうっすね、うん、これも距離近いからちょっと難しそうっすね、うん、センタリングが心配なの。いいボール。あっ、ああ、これ勇気持てるでしょ、これ。足首やってんじゃん、ほら。痛い痛い痛い。足首痛なってるやん。でもどうなんだろう、すごいんでしょ。うわー、危ない。これでもクロスも難しい。難しいっす。いや、あの右足指でやったら多分簡単なんですけど、スカちゃん左に利きやから、それ計算してあげるの難しい。ということでキッカーがリーボールだ。うわー、すげー。あー、なるほど。いやー、やだ。あ、むずいね、むずいね、意外とむずいね。これいますよ、さっきこっちもいますよ、ナスさんの時いますよ、これ。あー、ナイスボール。いやー、いいボールだな。今めっちゃいいボールちゃいました、右足にとって。あれ以上ないよ、もうグッとグッと。大丈夫大丈夫、チームセンスもんね。そう、お願いします。おーい、おーい、おーい、ナイス。それは1年間であの人10点取ってるかって言ったら、リベロの化け物。いい、あ、いいボール。うわー、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 いい、あ、いいボール。うわー、うまい、うめー、うまいわ、うまー。キーパーいても入る。キーパーいても入るね、あれ。調子よ。こんなのいい、これ。いや、前なんだよな。いや、でかい。いや、でかい。2点。最初の見逃されるわけ。どういうことだろう。あれ以上。あれ一番ないわ。俺の限界やわ、あれ。まあ、3点取んなきゃ。あー、そうだ。あー、いいボレー、いいボレー、いいボレー。いいボレー、下下下いいボレー。そうそうそう、ボレーの基本。一本を決めよう、つなげよう。あー、いいボレー、いいボレー。よしよし。
よしよしよし、もう1点を決めれば負けはないです。ない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 、やばい、そう、あー、いいボール、やっぱ前上がるよな。いや、そういうのなんだよな、前すぎた。ナイス、あ、ゴー、走りたい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 、ラスト、あー、惜しい、それそれ、ワンチャンだよ、お願いしますよ、3本、奪い合ってる、奪い合ってる、あー、いいボレー、いいボレーだけど、いいボレーだけど、いいボレー難しい、わーわーわー、レイティー、めちゃ綺麗、え今のよう言ったな、おめえこれサドンです、サドンです、ええてサドンですわ、うわあすげえ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 、マジか、サドンですよ、またキック対決のどうやね、そうだね、うわ、すごい、ちゃんと取り返して、一球、一球決め、サドンです、一球ずついて、ちょっと、誰が決めて、どうなってたんでしょう、よし、うわー、いい、大丈夫、大丈夫、おぉ、あぶねー、よいしょ、あなさん、こっち行こう、あ、やばい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 、これ、決められるなら、うわっ、あー、あー、いいボレーだけど、いいボレー、ほんぶねー、すがちゃん、たらむき、あ、これ難しいよ、あー、一回休み、一回休み、振りすぎだ。いや今のちょっと難しかったですね。ちょっと早い、ちょっと早い、ちょっと早かった。ちょっと早かった。いやー、うまいけど。いやー、今 J リーグ決まった。今決まった。今決まった。決まってる。やばいね。とりあえずここちょっと外してもらって。カナさん。意外といいから、はい、よし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 、いや左行ったー、うわー、いやでもこれ行けたな、左足で疑心運搬埋めちゃって、とりあえず、よし、でかい、いやー、もうもうもう、ナイスボール、やばい、うわナイスボール、やばい、うわぁ、ちょっと半分以上前に出たらちょっと罪悪感あるね、ちょっと囲まれてますね、やばい、よしよしよし、あれ右足難しいね、すいません決めさせていただきます、お願いします、心臓君、よしよし、いや結構むずい、むずいよ、むずい、むずいなこれ、キーパーなしでプロでもこんなあれだったらもうそれはダメですよ、うわー、惜しい、なりそう、よし、ルレンコ、ルレンコ、はい、はい、ここでルレンコします、はい、ここからはゴロでもその代わりここで打たないと、ゴロでも1点、次刺したら2点、うん、あ、で、1本ずつ、そう、うん、OK、 で、絶対ノーマン、うん、絶対ノーマン、 OK、 それで一回りして終わる、ノーマン、あ、ノーマンじゃない、ノーマン、あの、センタリングが、ね、あ、センタリングが、それだから、あと一回りで終わる、みんな1回ずつで、じゃあ、運波からって、そうそう、一回りで、入れても1点だ、OK、 でもインスタ、いや、だからこれ当てればいいんだ、当てればいい、チェック、あ、OK っす、あ、そう、オンカ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 よし
よし。じゃあここで滞空時間に突き刺そうか迷っちゃう。いやー、わかってないよ。わかってないよ。はい、頼む、西君。いやいやいやダサい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 やつ負傷してる負傷してるガチやばいガチやばい音がダサかって言ったもんでもこれでも新藤くんが決めないとつま先つま先とりあえず決めるわ枠には決めない連動してない確かに分かんないっすいや大丈夫っす今相当やばい音したけーせ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 ーチームのために頑張りすぎだえあれこれいや俺が突き刺したら突き刺したら俺が締めた時点で勝て突き刺したら2かでもまあ那須さんは突き刺してくれるでしょうさすがにねさすがに置きに行かないですよね違う全部カットしてほしいあそこのままですようわーママうわーママうわーママ負けじゃん負けじゃんこんなチーム突き刺したらえ、でも突き刺しても2点なんで負けっす勝ちなんすよはい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 ちょっと弱いっすまずいよっしゃいやいや楽しいやられた2連敗した結果発表よっしゃさあさあこれ対決これ対決の勝者はチーム那須やったなかったことにしてでもあの狛江のサドンデスのあのいやまあねえねちょっとビッグターゲットでちょっとね引っ張ったんで何としてもっていう気持ちが現れました正直でもシュートの質ねルール上は僕らルール上分かったルール上分かったいやお手本となるボレーもっと叩きつけてしっかり最後三人だこれ一人は俺なんでも足もげたかと思った YouTube って感じでね YouTuber だ YouTuber って感じのじゃあちょっとこちらをねいただきたいと思いますどうぞありがとうございますよっしゃ焼き止め今回北海道コンサドーレ札幌とコラボさせていただきました今回ボレー対決ということだったんですが8月13日、8月20日に札幌ドームでヴィッセル神戸戦とサガン鳥栖ホームの試合があります概要欄の方に北海道コンサドーレ札幌のリンクを貼っておきますので皆さんそちらの方からチケットを購入してぜひ足を運んでください今ね本当に戦っている最中なので皆さんの声援が力になりますので皆さんぜひよろしくお願いしますあと西と、うんこも YouTube やってるので、概要欄の方に貼っているので皆さんチェックよろしくお願いしますこの動画がいいと思いましたらチャンネル登録高評価コメントぜひよろしくお願いしますじゃあお礼対決ありがとうございましたありがとうございました